地産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、根本雅彦です。木村雅子です。今回はほうれん草と牡蠣のクリームパスタを作ります。はい、この時期美味しい牡蠣も入るんですね。はい、ほうれん草とともに摂取することで冷え性改善や貧血予防などの効果があります。はい、相乗効果があるんですね。はい、2月の食材は藤沢さんのほうれん草を使います。今回はほうれん草たっぷりのパスタです。材料2人分はご覧の通りとなります。鍋に塩を一つかみ入れます。はい、ほうれん草を茹でてきますね。はい、ちょっと根元から入れて、茹で上がったほうれん草を冷水で冷やしていきます。水気をよく絞ってざっくりと切り分けます。ニンニクはみじん切りにします。次にフードプロセッサーでほうれん草のペーストを作っていきます。はい、まず最初にほうれん草を入れます。お水が入ります。そしてオリーブオイルですね。あとはお塩、胡椒も。はい、はい、ほうれん草のペーストを作ります。牡蠣に小麦粉をまぶします。パスタソースを作っていきます。はい、まず最初にオリーブオイルを入れます。でニンニクを、はいはい、みじん切りにしたニンニクです。ニンニクの香りが出たので牡蠣を入れていきます。牡蠣の両面に焼き色がつくまで焼いてください。次にフライパンにソースを入れていきます。はい、ペースト状のほうれん草が入ります。中火で加熱していきます。先ほどほうれん草を入れた茹で汁でパスタを入れていきます。はい、エビはパスタを取り出す30秒ほど前に入れていきます。はい、同じお鍋でエビも茹でていいんですね。はい、直前でエビを入れていきます。はい、茹で上がったらザルにあけます。次にソースを完成させていきます。はい、まず最初に生クリームを入れます。そしてコンソメが、はいはい、入ります。全部でいいですか。はいはい、塩とコショウ、はいはい、入ります。でふつふつと煮立たせます。はい、パスタとエビを入れていきます。はいはい、来ました。ソースを絡めていきます。お皿に盛り付け、ソースをたっぷりかけて、お好みの量の粉チーズとブラックペッパーを振りかけます。これでほうれん草と牡蠣のクリームパスタの完成です。はい、緑が鮮やかなパスタに仕上がりましたね。はい、ほうれん草は栄養価が高く、旬の牡蠣を使った冬に食べたい一品です。ほうれん草の風味豊かなパスタ、お試しください。